飯尾くんが下神明で買ってきた T シャツがすっげえ変だったんで、あ、じゃあ飯尾のファッションショーやろうっつって、飯尾くんが上手から出てくるわけですよ。でピンスポで T シャツとジーンズ履いて、そうすると女の人のナレーションで、これは下神明メンズショップなんとかで1500円で求めた何色の T シャツでございます、飯尾くんが見事に着こなしてますってくるってまたパーってでそれが振りであって、次は飯尾くんが地味だってことを振ってあるわけよ。今度はピンスポで飯尾が見えない、地味で出てないんですよ。でナレーションがまた入るわけ。さて続いて飯尾くんのファッションのポイントは、また下神明メンズショップなんとかで買った赤いトレーナーでございます、見事に着こなしています。どうかって飯尾くんが袖でショック受けてて、僕が出てない方が受けてるんですけどそのくらい地味だったんですよ。